すいません、高橋さん、江戸です。あ、江戸さん、こんにちは。どうしましたか？お腹が痛いです。大丈夫？ここに座って。ご主人は？帰りません。ああ、出張って言ってましたね。いつ戻りますか？戻る。いつ帰りますか？明日です。お腹はシクシク、キリキリ、それともギュッと痛いですか？シクシク、キリキリ、痛いです。いつから痛いですか？昨日ですか？今日ですか？昨日の夜です。わかりました。一緒に病院に行きましょう。はい、ありがとうございます。でも今日は日曜日ですから、空いている病院が確か墨田区のお知らせにありました。ちょっと待っててください。ベトナムでは休みの日に病院が空いていますか？はい、空いています。日本で病院へ行ったことがありますか？はい、健康診断で行ったことがあります。でも病気で行ったことがありません。もし休みの日に具合が悪くなったらどうしますか？もし休みの日に具合が悪くなったら、インターネットなどで休みの日に空いている病院を調べます。